どうも皆様こんにちは、ケージチャンネルですということで、今日はですね、このティッシュを使って、果たして私が一体週に何回ぐらい FF15 のシドニーちゃんの太ももでしこっているのかを表現していきたいと思います。月曜日は1発抜いて、火曜日は2発も抜いて、出てこいしこだ。そんな話はどうでもいいんですよ。すいませんね、いきなり脱線しちゃって申し訳ないんですけれども、今日はちょっと聖剣伝説コレクションのことについて話したいなと思っております。 Nintendo Switch からいつだ6月1日に発売されます聖剣伝説っていう作品はですね、今年で25周年ということで、初代の聖剣伝説はゲームボーイで出てたんですよね。そのゲームボーイの初代聖剣伝説とスーパーファミコンで出てた聖剣伝説2、3、この3本が、1本になって発売されるということで、僕はその知らせを聞いて、まあ、喜び半分、悲しみ半分ぐらいの気持ちだったんですよね。悲しみ半分って一体なんで悲しいのかっていう話なんですけど、やっぱりですね、聖剣伝説25周年、いや、まあ25周年って言うけどさ、別に毎年出してたわけじゃないんだから、もう何周年って気にする必要はないんじゃないかっていうふうには思うんですけれども、まあまあいいでしょう。5年後には30周年が待ってるよって話なんですがね、新しいの出せよと出せよと、なんで昔のやつそのまま持ってきてね、なんかそのスクエアエニックスさんは、まあ、新しいゲームを開発する一方で、昔のゲームを、まあ、もう一回リメイクしたりとか、そういうのが妙に多いような気がしてて、僕はそんなことよりもっと新しくて挑戦的なゲームを出してほしいなっていう気持ちがあるんですよ。ファイナルファンタジー50すごかったじゃないですか、ね、あんなゲーム作れるんだったら、なんかもっとどんどん新しいの作ってほしいなっていう気持ちがあって、ちょっと悲しみ半分、わリメイクかまたみたいなね。で、まあ悲しみはそれぐらいですよ。あとはもう全部喜びです。で、リメイクかとか言ったんですけど、これリメイクじゃないですよ。おそらくね、過去に出してた形そのまんま持ってくるはず。プロモーションビデオとか見たら、ゲームボーイ版はもうほんとゲームボーイの時のまんま持ってきて やらせてくれそうですね。スーパーファミコン版も変にこうリメイクしたりとかせず、それこそ初代のファイナルファンタジーじゃない、聖剣伝説は一回ね、任天堂 DS かなんかで、3D になってリメイクされてるんですけど、やっぱ不評でした、ね、まあ何でもかんでも作り直せばいいってもんじゃないんですよということです。ただね、やっぱりね、こう日本のこのゲームの歴史を語る上で、やっぱりこの聖剣伝説1、2、3はね、すげえ外せないものなんじゃないかって僕は思ってるんで、この過去の超名作がそのまんまの形で今の若い子たちにもう一回お披露目できるっていうのはすごいいいことなんじゃないかなと思ってますね。で、任天堂スイッチ買ったお父さん方ね、お子様に買ってあげたお父さん方、ぜひちょっとこれ買ってあげてください、この聖剣伝説を。で、日本のゲームっていうのはこういう風にして成り立ってきたんだよっていうのを触れるね、機械としてはすごく素晴らしくいいんじゃないかななんて思ってますし、実際にお父さん方もう一回懐かしい気持ちでプレイしてもいいんじゃないでしょうか。それでも楽しめるんじゃないかなと思っておりますね。今のね、プレイステーション4とかそういうので出てるAAA って言われる超大作ゲームに比べたら、もちろん今その昔のゲームやったって物足りないと思うんですよ。それはそれででもいいと思うんですよね。まあ仕方ないし、そんななんかその超大作みたいにこう気構えてやるっていうよりは、もうちょっと今日リラックスして、任天堂スイッチだしさ、本当に持ち運んでちょっとそのペロペロってゲームやれるみたいな気持ちでやればいいんじゃないかなと思っております。ただそういうね、ハードルの低い気持ちでプレイしていただくと、ものすごい感動がきっとこのゲームには待っていると思うんですよね。で、そのなんでそんなことが僕は言えちゃうか言い切れちゃうかっていうと、今のゲームってさ、ゲーム画面で全てが表現されちゃってるじゃないですか。ものすごい背景やグラフィックス、魔法を使えばものすごいうわーエフェクトとか、まあ、音楽も素晴らしいし、いや音楽の凄さで言ったらちょっと聖剣伝説もすごい、今そんな話は置いといて、まあ、今のゲームってそういう凄さ、映像の凄さと、あと壮大なストーリーとで合わさって、もはや映画みたいな出来上がりになって、それらの作品を楽しむっていうのは、まあ、ものすごく
僕らにとっても楽しいことだと思うんですよ。だけど過去に作られてたその今回の聖剣伝説みたいなドット絵のゲームってあの時僕らそれでもめちゃんこ楽しかったんですよ。で今のゲームの楽しみ方とは違った楽しみだったなって思います。今はもう本当にね映画を自分で動かしているかのような気持ちでゲームを楽しんでいる私なんですけれども、あの時はなんだろうな、例えばそのドット絵ってやっぱり過不足足りないんですよ。いろんなもの表現が足りないんですよ。出し切れないんですよ表現がね。だからまあ主人公とかずっとこんな感じですよ。表情も変えず、ずっと表情も変えず淡々と、でまあ仲間のキャラが出てきたり敵のキャラが出てきたりで、フルボイスとかも全然ないですよ。だからこうね、ウィンドウの中にこうセリフがペラペラペラっと出てくるわけですよね。でそういうのをね、僕らはねこう頭の中でさ自分たちなりに変換してみていったわけですよね。この時の主人公はこういう気持ちでこんな表情でこうなんじゃなかろうかって推し量りながら類推しながら推測しながらどの言葉が正しいかはちょっと分かんないんですけれども、それこそね、まるで小説を見ている時のようなあのワクワク感とかに近いような気持ちを持って僕らゲームをやっていた。だからそれって今やれば古いけれども今やってるゲームとは多分大きく種類の違うものなんだと思っております。で昔のゲームはやり込んでもね、せいぜい何その20時間も30時間もできないですから、いやできなくはないんだけども、そんなには時間かからないんで、もうちょっと気持ちの軽いリラックスした気持ちでその結構な感動が聖剣伝説には待っているということです。まああの3本分の話なんで、これ別になそのどんなゲームでどんなストーリーでとかそんな話はしませんけれども、聖剣伝説今こうやって楽しんだらすごくいいんじゃないかっていうのがあの今お話ししたね、まるで小説家でも読むかのような気持ちでこのゲームをやるというのっていいんじゃないかなと思います。はい。なので僕はちょっとすごく楽しみにしておりますね。もう一度ゲームボーイであんだけ楽しんでた聖剣伝説を、バグに悩まされた聖剣伝説2を楽しめる。そしてね、聖剣伝説でね外しちゃいけないのはね、やっぱり音楽、素晴らしいミュージックですよ、ね、1と2、3で音楽担当してる人違うのか。1がね伊藤健さんですね。ロマサガシリーズとかの音楽を担当してた方ですね。で2と3はね菊田悠希さんっていうことですね。でね、言っとくけどスーパーファミコンの聖剣伝説2の音楽は今なお高い評価を得ているらしいらしい。これはもうただネットの受け売りですけどらしいんですよ。で素晴らしい音楽だと思いますから、でもまあ今ね YouTube でその聖剣伝説2のググって音楽聴いてみてくださいって言っても、別に聞いたところでは別に、うん、普通じゃねって思うと思うんですよ。ゲームのプレイとともに音楽をぜひ聴いていただくとやっぱり素晴らしいんじゃないかなと思ってますね。いやー、変にリメイクされなくてよかったよ。すごいファンタジーな感じなんですよね、聖剣伝説1も2も3も。で多分今時のゲーム 3D に作り上げるとね、妙に可愛らしいゲームが出来上がっちゃうと思うんですよ。キングダムハーツっぽいような、だったらキングダムハーツでいいじゃんって思っちゃうんですよね。だけどなんかね、ストーリーは割とね重みのあるストーリーなんですよ、聖剣伝説は。必ずちょっと胸締め付けられるような最後が待ってるんですよ、待ってるんですよ、ね、だから何でもかんでも可愛く表現したらちょっと違うなって思うので、 2D ドット絵で自分たちの脳内で保管しながらこの重厚なストーリーでちょっと感動でうるってしちゃうのもいいんじゃないかなって思ってます。さあ、そんなわけで今日の動画はここまで。なんかわかんないけど聖剣伝説の熱がいまいち伝わらなかったかもしれないあー、すいません。もっと修行していきます。物事の楽しさをもっと多くの人に伝えられるように頑張りたいと思います。聖剣伝説の話でした。聖剣伝説コレクションお楽しみだよ。にん